あ、よい子の皆さん、こんにちは。政治アナリスト、チャオです。今日はですね、鹿児島の安岡弘武代議士、今回の衆院選で初当選された安岡さんの部屋にやってまいりました。こんにちは、ご無沙汰してます。こちらこそご無沙汰してます。お元気そうで、はい、おかげさまで、その節はありがとうございました。後ろにも薩摩の焼酎がたくさんね、そうですね、鹿児島でね、美味しい焼酎をね、はいはい、いろいろ教えていただいたりして、弘武先生には本当にお世話になりました。今見ると名刺入れもひょっとしてそれは奄美の大島紬ですか。大島紬です。これはあ、すごいモダンな、ちょっと見てもいいですか。はい、あ、どうぞ。はい、素敵ですね。この間はい、軽石の問題で、はい、復興大臣と、はい、環境副大臣とお二人奄美に行かれた時に、はい、私も同席同行させていただいて、アドミの軽石が結構あるんですか。ありますね。まあ、だいぶ今除去はされましたけども、うん、まあ、ただ、水面から、ね、5メーターぐらいのところに浮遊しているので、うん、もう目視できる感じ。目視できます、ね、うん、漁船とか、ね、大変だし、あとは養殖も今流れがいいからまだ影響ないんですけど、はいはいはい、これが春先になって変わってくると、うん、養殖にも影響出てくるかもしれませんし、はい、また海岸にはもう本当まだ打ち上げられたものがそのまま残っていて、はい、これ手作業でしかできなくてですね、うんうんうん、そのあと海洋プラスチックとかとも一緒に混じってるんで、もうなお人力が2倍いるというか大変なんですよ。でもそういうね、島しょ部も鹿児島も多いし、うん、ちょっと最近地震が多いから心配なんですけど、そうですね、ぜひ島の声も、うん、届けてください。はい、私はルーツが奄美大島なんで、うん、はい、そうですね、島のことはしっかりライフワークとして取り組んでまいります。そう、日本全国本当に広いんですよね。はい、そうなの、そうなの。そう、ガソリンだって大変なんですよ。普通に180円超えますからね。そっか、そう、こういうまさに原油が上がってる時代は大変なんですよね、うん、島の暮らしも。そうなんですよ。だから消費税分だけでもなく、で、下げてくれたらちょうど本土と合うっていう、うん、なるほど、そうかそうか。雪国の冬のね、はい、石油のストーブ、灯油ストーブのことも思うけど、でもよく考えたら、うん、南の方は島しょ部ね、うん、沖縄や鹿児島、奄美のね、皆さんとかは本当に、はい、そうか、ガソリン代も大変ですね。そうです、そうです。大体まあ 10% アップだと思って、うんうんうん、考えていただけるとそういう家計に優しい政治っていうか、そういう話もぜひ弘武さんしてください。わ、ま、かりました。そういう、はい、今所属の委員会はどちらになったんですか。所属はですね、はい、この臨時国会から農水と、はい、農水と、総務、はい、2つの常任と、あとは地方創生特別委員会と、はい、消費者問題、この2つの特別委員会、はい、計4つ所属してます、はい。わかりました、はい。これ YouTube にアップしますので、はい、ぜひまた故郷の皆さんに、はい、わかりました。ふるさとの皆さんに、鹿児島の皆さんに、ぜひメッセージをどうぞ。はい、この度は本当にお世話になりました。ありがとうございました。本当に私も議場に、出て、まあ総理総裁を決める一票を投じたときに、あ、私の一票が皆様の代表なんだなということで、非常に重く、また、身が引き締まる思いでございました。初心初心を忘れずに精一杯戦ってまいりますので、今後ともどうぞご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございます。安岡弘武代議士でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。